はい、今回は、春、3月4月ですね、これからの季節、まだねすごい釣れるかっていうと釣れません、釣れる日とやっぱり釣れない日があります。なので、どんなことに気をつけてルアーを、使い分けていくかというのをやっていきたいと思います。ルアーの使い分けの前に、どんな日がやっぱり釣れるか、釣れないかということなんですが、釣れる日はやっぱりハイシーズンと同じで、変化がある時です。まあ、これはね3月4月は一番1年の中で季節が動く、魚がね動かなかったのが、すごい多くね、この幅がねある時で、これがねすごい変動があって、釣れない時は本当に真冬かそれ以上に釣れないし、釣れる時は人生で一番釣れる、すごいでっかいの2本も3本も釣れたみたいな、ことが起こる可能性がある季節です。なので、ね、釣れない、絶対ちょっと釣れにくいよっていう日にあんまりね釣れると思ってやるとやっぱり空振りしちゃうし、本当はこの日ねすげえ釣れるのに釣れないと思ってったらやっぱもったいないですよね。なのでどんな変化があると、釣れるか、まず一つは、ね、日ごとの変化で言えば、天気です。暖かい日が続きました。寒くなります。その間にやっぱりね雨が降ったり、何か気象のね変化があるとそのタイミングが釣れると。暖かい日がずっと続いてる時はやっぱり釣れにくい、寒い日がずっと続いてるとやっぱり釣れにくい、でその変化っていうのが一番釣れやすいです。一日の中でもずっと暖かい日、ね、寒い日あると思うんですけど、やっぱり暖かいのがずっと続いている、暖かいからといって日中はやっぱり釣れづらい、まあ、そういう日は、朝夕方、やっぱり夕まずめがすごい大きな変化となるので、まあ、特にね暖かい日日中釣れないかもしれないんですけど、ね、朝という方、特に夕方狙い目なので、ちょっと釣り方を変えてね、狙ってみるといいと思います。はい、あとはハイシーズンと同じように流れが出る、濁りが出る、まあ、特にね雨が降ってっていうのが多いんですけど、そういうタイミング、またはね堰が動くとか潮の満ち引きがあるときは、その変化があるときとかいうのはもちろん春でも、すごい釣れるようなタイミングになるので、チャンスです。あとは、だんだんね、水温が上がっていくので、もちろん3月の頭よりは3月後半の方がチャンスは若干多くなるけれども、後半の方はねいろんなバスがこう、ね、サイズがちっちゃいのとか大きいのもいるんですけど、だん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 こういろんなバスが動いていく、だから数は後半の方が釣れるし、前半はねじゃあ釣れないかっていうとやっぱりすごい大きい、まだ誰もね、ルアーでこう釣れてない、あんまりルアーをね今シーズンまだ見てないみたいな、フレッシュなね大きいバスが1匹か2匹か3匹か分かんないけれどもね、少ない数いるので、やっぱ大きいのを狙うんであればより高さの頭とかいうのに、狙っていった方がいいと思います。大事なのはその釣れる釣れないに関わってやっぱり特定の餌が春いるかですね。よく言われるのはワカサギ、ワカサギが絡んでいる湖っていうのは、それに釣られて、ね、バスがそれを食べるっていうことを寒い、ね、水温がまだ低いタイミングからやってるのですごいやる気があるんですね。あとはまあもうちょっと季節が進むとザリガニとかいうのもやっぱり特定の餌が入ってくるとすごいそれを食べるようになるっていうことは、もちろん、ルアーにもこうすごいね食べるチャンスが多くなるということです。だからそういうのがねあんまりいないところはやっぱりね、難しかったりするんですけど、それでもねそのさっき言った変化っていうのを、意識して攻め方を変えてあげると、釣れる。で、その変化に対してどんなルアーを使い分けるかですね。やる気があるときにはある程度スピードがある、やる気がないときはごくごくスローなもの、もしくはすごいスピードが出るものですね。これは他のシーズンよりも結構差がある、すげえゆっくりかすげえ速いか、そこそこしっかり動かすかというところで、同じ季節の中でも結構差があります。それと、あとは水が三条湖だったりまだ早いかな、リザーバだったりというところで、もちろんそれぞれにおいてもね濁ってる時、クリアの時あると思うので、やっぱり濁ってるところは、ボリュームあるもの、ずんぐりむっくりしたものがいいです。クリアのところはね小魚系とか、まあ、もうちょっとフィネスな、細長いワームだったり少し小さめのワームだったりっていうのを使っていきます。
で、一例なんですが、ある程度ボリュームあるものですね。まあ、すげえイケイケでやる気があって水濁ってるよっていう時にやっぱりクランクベイト、もちろんブリッツ、マグナム、SR のような、ね、めちゃめちゃ大きいのでも OK です。あとはね、しっかりボリュームがあるもの、ただちょっとね、動きは控えめて、横に動く、スリッパとかで、濁ってるところで、ちょっと釣れないよ、やる気がないよっていう時には、ボリュームはあるけどゆっくり動かせるものですね。ゼロワンストロングにドラベクロー5、ちょっと大きめだけど、ズブリムっていう、カバーもできるし、ボトムも引いてこれる。あとはね、もちろんテキサスでもっとボリュームを落としてワームのこう体積というか存在感はこのぐらいまで、でこれはテキサスでもいいしリーダーレスでもいいし、そこは、フィールドに合わせて自由だと思います。ただこれらを少しゆっくりね、使うということです。はい、そして、クリアなところで、やる気あるよっていう時には、まあ身の毛やっぱり欠かせません。まあサイズはね、まあ、そこのフィールドの規模に合わせてもらってもいいし、まあ、餌がいればもちろん餌に合わせてもらってもいいし、バスのサイズにも合わせてもらってもいいと思います。まあバレナがねどこでも結構使える。あとアシュラ、この2種類もともとね、めちゃめちゃちっちゃい水路とか、ノイゲとかいいとこならばデルガとかでもいいです。霞みたいにね広いとこだったら、ね、ルドラでもいいし、あとはまあそんなにね、魚はすごい横に追ってやる気があるんだけれども、ルアーはちょっとセレクティブだ、ちょっとね水が綺麗なんでね、最後までバイト行かないっていう時にはこういう、ピクロだったり、あとは他の IG 系ですね、アウェーバーでもいいし、まあその辺をねうまく使い分けて、あとは少しねワーム大きいものにして HP ミノーの、3.7 とかちょっとボリュームがあるものにして、少しねレンジを、調整して引いてあげるとか。はい、で、クリアでやる気がない時、まあ少しゆっくり、まあもちろん早くも引けるけれどもハイカットで、ね、2メーターショット、少しゆっくり引いてあげる、まあちょっと浮遊的なね、感じで引いてあげるとか、あとはマイラミオですね、釣れない日中でもいいし、ちょっと寒くなっちゃったでもいいし、厳しいタイミングにはこういうちょっとフィネスなものを入れてあげる。まああとは、クローラー、クローラーはね、マッティでもクリアでも使えます。もちろんマッティだったら、5.5 インチ使ってもいいし、クリアだったらまあ 4.5 はいいかな、3.5 にしすぎちゃうとちょっとね存在感が消えちゃうので、まだまだちょっと動ける魚が、動けるバスが少ないタイミングでは、小さすぎる、動きが少なすぎるっていうようなワームは、なかなかねバス拾っていけないので、少しね動きがある、もしくは少しボリュームがあるっていうものを通常のレギュラーシーズンよりは意識してチョイスするといいと思います。はい、ということで、3月まだまだ全然釣れる日は多くないですけど、釣れた日に当たったならば、もしくはね釣れない日であってもそうなんですけど、大きいバスがなかなかね、普段巡り会えないような大きくて体型がいい、ね、太ってるみたいな記憶に残るバスが釣れる季節だと思うので、ぜひ大きいのを釣れるように頑張ってください。